Xbox, Xbox, Xbox は、マイクロソフトが開発及び販売を行った、家庭用ゲーム機である。Xbox と小文字で表記されることが多いが、ロゴ等は、Xbox とすべて大文字で表記されている。Xbox は固定されたゲームプラットフォームだったが、Windows 8ではエンターテインメントブランド、Windows 10では Play、Xbox プレイ。 エニウェアといったゲームをコアとしたサービスプラフォームへと広がりを見せている。PC、a t 互換器用パーソナルコンピュータの部品をほぼ、そのまま流用した構成となっており、一部のメディアは、ほとんど、PC と呼ぶほどだった。コントローラーのポートは形状こそ異なるが PC でも、一般的な USB 規格が使われている。製造は、フレクストロニクスに委託された。 サウンド、HDD、DVD インターフェース、イーサネットは、n f o c e の MCP に相当する集積チップの MCPX が処理する。オペレーティングシステムとして、Windows2000 のカーネルをごく軽量化したものを搭載し、API には Dardox を採用している。当初、マイクロソフトは、Sega のドリームキャストに自社が開発した。 オペレーティングシステムの Windows CE を提供して技術協力していた。ドリームキャストが商業的に失敗するとマイクロソフト自身がゲーム業界に参入するという噂が流れる。背景にはセガとの路線対立やソニーコンピュータエンタテインメント当時ニンテンドーに提携を求めて断られたことがあるとも言われている。当時のセガ会長、大川勲が Xbox 開発の話を聞きつけ、マイクロソフトの当時社長ビルゲイツに何度も直談判し、セガのタイトル資産を提供するから、ドリームキャストの互換性を、Xbox で実現させくれと、ドリームキャストの道筋を作ろうとした。だが、ドリームキャストはインターネット環境を有するのに対し、Xbox はインターネット環境を考えておらず、この話は結局破談となった。 このことが後に日本法人マイクロソフト株式会社社長を当時務めていた古川徹によってツイッターにて語られた。2000年3月日本国内の PS2 発売のわずか数日後にマイクロソフトがゲーム機参入を発表。当時ソニーグループは PS2 でウィンテルに挑戦すると宣言しており PS3 でも同様。 マイクロソフトが逆に挑戦するという構図になったことで話題を集めた。製品仕様や発売前の技術デモなどは徹底的に PS2 を意識していた。噂の段階から開発コードネームとして浸透した XBOX がそのまま実際の名称にも使われることとなった。マイクロソフト社内での最初期のコードネームはプロジェクトミッドウェイ、マイクロソフトならではの PC のノウハウを活かした。 ゲームコンソールと PC の中間、一般名刺ミッドウェイの存在を目指すこと、及びミッドウェイ海戦になぞらえた日本への反抗開始が意味されいた。また、ビル・ゲイツの激怒でプロジェクト中止の危険もあった。かつて日本のゲーム機市場に他国メーカーが本格参入した例は少なく、XBOX の上陸は黒船に例えられて話題を集めた。 2002年2月22日の日本市場発売に合わせてビル・ゲイツが来日し笑っていいともに生出演したり X ジャパンの良しきを起用したりと大規模な宣伝活動をした。最終的に日本国内50万台全世界に400万台の売り上げを記録した。全世界で最も売れたソフトはヘイロに849万本。 日本国内で最も売れたソフトは、デッドオアライブさん、24万本になった。日本発売時の初回出荷台数は25万台と発表されている。一方、エンターブレインによれば、日本での発売開始から3日間の、推定販売台数は12万3929本で、ソフト装着率、全ソフト販売台数、本体販売台数は1.45本で、ある。 また、日本はシェアがマイナスになった唯一の国でもある。北米をはじめ日本以外の地域では、プレイステーション2に次ぐシェアを獲得し、全世界での累計販売台数は、ニンテンドーゲームキューブを若干上回っており、ヘイローシリーズなど海外メーカー製の爆発的ヒット作も多数生まれている。2005年、日本国外で初めてゲーム関連事業は、単年度黒字を達成した。 日本での発売当初の希望小売価格は34,800円だったが、2002年5月22日に価格改定され、希望小売価格24,800円に。2003年5月29日から7月31日まで6,800円のキャッシュバックキャンペーン。2003年11月20日には、本体価格を16,800円に値下げ。その後、 2004年5月に発売された XBOX プラチナパックにはゲームソフト2本や追加のコントローラー、DVD ビデオ再生キットなどを追加した上、19000円税別にまで希望小売価格を下げた。XBOX Live というオンラインサービスを2002年11月に、米国、2003年1月に、日本、同3月に、欧州各国で、それぞれ開始した。 標準本体のみでオンラインサービスに接続できるのが最大のセールスポントであった。その後発売された PS2 の新型機種でもランタン紙を標準装備し、本体のみで接続できるようになった。さらに、Xbox Live 対応ゲームすべてで共通のコミュニケーション手段として、プレイヤー同士の音声での会話、ボイスチャットを採用した。スターターキットに、セガの人気タイトル、 ファンタシースターオンライン、ファントシースターオンラインを標準添付するなど戦略的な施策も盛り込まれた。しかし、日本でのオンラインゲーム普及のペースが予想より遅かったことや2002年9月に発表され、XBOX LIVE のキラーソフトとして期待されていたトゥルーファンタジーライブオンラインが開発中止になるなど、やはり魅力的なソフトが存在しないことから、 ライバル機に対し優位性を打ち出せなかった。また、他機種がウェブマネーや口座振り替えなどの未成年者でも比較的利用しやすい決済方法を取り入れているのに対し、Xbox 時代はクレジット決済しか提供されていなかったことがハードルの高さもつながったと考えられる。その反省を踏まえてか、次世代機 x b o x 3 6にも共通して、 提供されている Xbox Live においては、クレジットカード決済のほか、プリペイドカード、郵便局の ATM や、コンビニエンスストアの決済などを意識している。2017年3月1日に、同年の春の終わり頃に、月額9.99ドルで100タイトル以上のゲームが、プレイできる Xbox Game Pass を開始すると発表。ダウンロード数に制限はなく、 毎月9.99ドルを払うことで、バンダイナムコやカプコン、コードマスターズ、セガ、ニケーゲームズなど、合計100種類を超える Xbox One と互換性の、ある Xbox 360のゲーをプレイできる。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。